ボラドールはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、飛翔という意味で、飛び魚の総称にちなんで命名された。その名を持つ艦としては、1942から43年に沿岸警備のため徴用された民間木造スクーナーに続き2隻目。 イダテントビューオブラックウィングフライングフィッシュボラドールは1945年6月15日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。しかしながら、建造は1946年1月に中断され、その後基礎的な天地球の設計にグッピー、通海州の要素を加えて1947年8月に再開された。 1948年5月21日に、ダドリー・ W ・モートン夫人によって、命名、浸水し、1948年10月1日に、艦長 HA、H.A. トムプソン中佐の指揮下収益する。ボラドールは1949年1月20日に、造船所の公見を終え、3日後に、ポーツマスを出港した。ロードアイランド州。 ニューポート及びコネチカット州ニューロンドンに停泊2月5日にメキシコ湾に向かった2月11日にルイジアナ州ニューオーリンズに到着しその後テキサス州ガルベストンパナマ運河を経由して3月11日にカリフォルニア州サンディエゴに到着したボラドールはサンディエゴからサンフランシスコまでのカリフォルニア州沿岸で活動し10月13日に ハワイへ向けて出港した。11月7日に、新珠湾に到着したが、11月18日に、サンディエゴに、帰還、1949年の残りと翌年の大半を、西海岸で過ごし、様々な訓練演習に従事した。この間、ボラドールは、オレゴン州ポートランド、ワシントン州バンクーバー、新珠湾を訪問した、1950年6月。 ボラドールはカリフォルニア州トレジャーアイランドで予備役兵を乗せ2週間のハワイ巡航を行った。その途中朝鮮戦争が勃発。ボラドールはハワイ海域で2ヶ月の訓練を行いサンディエゴに帰還すると西海岸沿いの作戦活動に10時1951年の夏まで任務を継続した。ボラドールは7月21日に サンディエゴを出港し、真珠湾を経由して1951年8月15日に横須賀に到着した。8月18日に横須賀を出港し、特別任務に向かう。8月18日にボラドールは横須賀を出港し、特別任務に向かった。極東海軍司令官からの任務は、北海道近海で4週間の間。 隠密の偵察紹介を行うことであり、ソ連、または中国の海軍、空軍の動静を伺うことであった。紹介全体にわたって、多数のレーダーコンタクトを識別、写真撮影を行い、ロンクイル及び、ティルト巡航、紹介の報告及び重要な情報を交換した。9月16日、ボラドールは1000回目の選考を記念する式典を行った。 津軽海峡での24時間に及ぶ巡航の後、ボラドールは紹介を終え9月22日に横須賀に到着した。11月11日から15日までボラドールは熱海の沖合で駆逐艦ハンソンジョージ K マッケンジー及びタウシッグと共に対戦作戦活動に従事した。11月16日から12月9日までボラドールは 沖縄に向かう途中第96.7任務部隊と共に対戦作戦活動に参加した。沖縄の中ぐすく湾を訪れた後、真珠湾を経由して本国に向かった。1952年1月にカリフォルニア州サンディエゴに戻ると、夏の初めまで沿岸での活動に従事する。ボラドールはその後3ヶ月間を ファンデ風化海峡及びビュージェットサウンド海域で過ごし、10月にメアイランド海軍造船所に入居した。オーバーホール作業は5ヶ月間にわたって行われ、新型バッテリー及び自動振動調整装置が装備された。サンディエゴに戻るとボラドールは、対戦水上艦部隊、航空機及び艦隊ソナー学校の支援を行い、定時訓練及び演習。 ペチーファイベックスへの参加、対戦作戦演習を行った。1953年8月7日に、サンディエゴ出港、8月15日に、新珠湾に到着し、8月20日には、会場で実験用ソナーの試験を行った。1953年8月22日に、ボラドールは、特別任務を開始し、新珠湾を出港、アラスカへの訓練巡行に向かい、 1953年10月まで北部海域に止まる。ボラドールの紹介海,海域はセントローレンス湾の北東で9月1日にはブラックフィンと合流セントローレンス湾の南西を巡航する。翌日にはブルークバンク沖を先行しその後ベーリング海峡へ移動した。続いて戦団偵察を行い 1953年9月27日にカイマンと交代した。ボラドールは1953年10月7日に新珠湾に到着した。二度目の紹介中にボラドールは合計63隻の船と接触し、それらの大多数を識別、写真撮影を行った。サンディエゴに帰還したボラドールは同地を拠点として、 定時の訓練任務を1954年5月まで継続、その後オーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に入居した。作業は1954年10月に完了し、ボラドールはサンディエゴでの沿岸活動を再開した。1955年1月3日にサンディエゴ出港、2度目の西太平洋配備につき、真珠湾を経由して横須賀に向かった。 横須賀には1955年1月26日に到着し、3月1日まで駆逐艦部隊及び海上自衛隊の部隊に対して対潜水艦船訓練の支援を行った。その後ボラドールは2週間の定時維持作業を3月13日に完了し、3月14日に特別任務に向けて出港した。ボラドールは3月19日に津軽海峡を通過し、 4月8日までウラジオストクを呼び、宗谷海峡の海上航路を先行しながら偵察した。その後は再び、津軽海峡を通過し、4月11日に横須賀に帰還した。この紹介が完了するとボラドールは鮮明な写真の撮影やレーダー探知の正確な判断、接触した33隻の船に関する正確なレポートを称賛された。ボラドールは、 スービックワン、香港、新珠湾を経由して7月1日にサンディエゴに到着した。続く2年間を西海岸沿いでの作戦活動に従事し、1957年8月に再び極東配備に着いた。8月3日に新珠湾に到着し、その3日後に出港、ペトロパブロフスク。 カムチャッカでの30日に及ぶ紹介に入った。その任務は情報収集であった。紹介ステーション到着の9日後、機関部での死傷者が発生し、ボラドールは8月25日にペトロパブロフスクを離れ5日後に横須賀に到着した。この紹介で、ボラドールは13隻の小戦闘8隻の軍艦に接触した。1五十七年十一月八日、 ボラドールはスービック湾に到着、定期維持作業を行い作業が完了すると11月17日に横須賀に向けて出港した。11月28日に横須賀に到着、12月11日から1958年1月4日までオホーツク海での特別偵察紹介を行った。この17日間の特別紹介でボラドールは寒冷化及び、 暴風雪の天候にもかかわらず、写真撮影任務を無事完了した。日本に帰還し、ボラドールは1月9日に横須賀を出港、真珠湾に向かった。1月19日にハワイに到着し、2日後サンディエゴに向けて出港、1958年1月28日に到着した。 ボラドールは10月3日までサンディエゴに泊まり、その後ワシントン州バンクーバーに向けて出港した。ロングビューでバンクーバーネイビーリーグのメンバー20名がゲストとして上官し、彼らはバンクーバーで上陸した。ボラドールは500名の市民と地元高校のバンド演奏で歓迎され、感情で簡単な式が行われ、飾り学が贈呈された。ボラドールは10月5日に バンクーバーを出港し、10月中に、シアトル、ポートアンジェルスを訪問した。その後、10月31日から11月3日まで、ブリティッシュコロンビア州ビクトリアを訪問する。カナダ海軍のフリゲート、アンティゴニッシュがホスト艦となり、ボラドールの士官が招待された。ボラドールは、ワシントン州、エスクワイモルト、ポートアンジェルス、タコマ、シアトル海域を紹介し、 11月22日にサンディエゴに向けて出港11月26日に到着した。その後はサンディエゴからサンフランシスコの海域で作戦活動に従事し1959年5月5日にハンターズポイントのサンフランシスコ海軍造船所にオーバーホールのため入居した。 作業は1959年10月に完了し、ボラドールはサンディエゴに帰還、沿岸での作戦活動に従事し、12月後半に西太平洋配備に着く。この配備でボラドールは多くの作戦に参加し、その中には揚陸演習、ブルースター及びシア島の演習、シー・ライオンが含まれた。サンディエゴに帰還すると続く20ヶ月間、 沿岸での様々な作戦活動に参加した。ボラドールは1962年初めの数ヶ月間をサンディエゴ海域での沿岸作戦活動に費やし、4月4日から11日まで予備役兵の訓練巡行を行う。期間後は予備役となり、サンフランシスコ海軍造船所でグッピー3改修回収が行われた。 作業中の1962年11月9日から10日にかけて造船所で火災が発生したが、ボラドールは担当士官と副官の努力により破壊を免れた。回収作業は1963年2月に完了する。船体が15フィート延長され、新型電子機器、火器管制装置及びソナーが装備された。ボラドールは、 艦隊における最新のディーゼル推進潜水艦となった。ピュージェットサウンドにおける大やけ試み後、1963年4月にサンディエゴに帰還、沿岸での作戦活動に参加する。ボラドールは1963年9月にサンディエゴを出港し、再び西太平洋配備に着く。配備の終わりに特別任務を命じられたボラドールは、 合衆国政府にとって大きな価値のある任務を果たしたことで太平洋艦隊潜水艦部隊司令官からの賞賛を受けた。サンディエゴに帰還すると沿岸及び太平洋での任務を命じられる。1964年後半には兵器システム評価試験でホーミング魚雷を発射しシーデビルの船体を撃沈した。ボラドールは 海軍において平時に二隻を撃沈した唯一の艦となった。太平洋艦隊潜水艦部隊司令官は、ボラドールの業績に対し戦闘効率賞を与え、1965年度の第5潜水戦隊における優れた潜水艦と宣言した。ボラドールは、サンディエゴで潜水母艦、ネレウス横に停泊し、短期間の休暇を取った後、 1966年1月3日に作戦活動を再開した。1月は大半をビュージェットサウンド海域のデイボブワンを呼びカーワンでの武器システム制度公民に費やした。ボラドールは2月3日にサンディエゴに帰還し、2月10日から回復訓練を開始した。その後3週間の維持期間に入り、行政観察及び核兵器研修が行われた。 1966年3月7日に、ボラドールは出港し、沿岸での1週間の定期訓練を行う。この訓練では、スクリューの騒音問題調査のため音響講美が行われた。4月4日に、サンフランシスコ海軍造船所に入居し、4日間の有効性調査が行われ、新型のスクリューが装備された。その後は5月11日まで、 サンディエゴ海域の様々な試験を呼び、西太平洋配備に向けた準備が行われた。ボラドールは5月12日にサンディエゴを出港し、真珠湾で4日間停泊した後6月3日に第7艦隊に合流、6月6日に横須賀に到着した。8日間の維持期間で航海での不具合の調整を行い、その後6月14日に横須賀を出港。ボラドールは、 海上自衛隊の艦艇及び航空機に対して対潜水艦船演習支援を行った。同年夏は演習に従事し、海上自衛隊との士官の相互乗官を行った。ボラドールは横須賀及び岩国市中城湾で活動を行った。9月15日から23日まで横須賀で維持作業を行い、9月26日に香港に向けて出港する。 ボラドールは、高尾市とミッドウェイ島に寄港し、11月6日に、新珠湾に到着した。その2日後に、サンディエゴに向けて出港し、11月19日に母港に、帰還、1966年の残りは、維持状態で待機した。ボラドールは1966年度の、キャプテンエドワード・エフネー記念賞を受賞し、1966年7月1日には、 射撃管制及び武器操作に対する第5戦隊賞を受賞した。サンディエゴのバラストポイント潜水艦施設での休養後、1967年1月15日に作戦活動を再開する。ボラドールは1967年前半に様々な訓練に参加、調整及び修理、核兵器運用の技術的な熟達検査、 機材の検査及び作戦速応性の検査に追やされた。その後ボラドールは7月24日にサンディエゴを出港、ニュージーランドのオークランドに向かった。アメリカ領サモアのパゴパゴに2日間停泊し、オークランドには8月15日到着した。演習、ロンゲクス67に参加し、その後スービックワンに向けて、出港、9月10日に到着すると5日間の維持を呼び、 修理期間に入る。ボラドールは演習、ギルネットに参加、中条案を訪問し、9月26日には横須賀に到着した。同年の残りは横須賀沖での様々な作戦活動に従事した。1968年1月1日、ボラドールは香港への訪問の途中にあった。1月24日に横須賀に到着し、そこで北朝鮮による 環境調査官プエブロダホに対応するため配備が無期限に延長されたことが伝えられた。1月31日に出港、31日後に帰還する。ボラドールは日本を離れ、新珠湾で2日間停泊した後3月29日にサンディエゴに到着した。その後配備後の維持作業及び沿岸での 作戦活動に6月26日まで従事し、6月27日に、ハンターズポイントのサンフランシスコ海軍造船所において、定時のオーバーホールを行うため出航した。このオーバーホールでマーク48火器完成システムが装備された。オーバーホール後の大焼身は、サンフランシスコ沖の作戦海域で12月20日から22日まで行われ、 その後サンフランシスコ海軍造船所でその年を終えた。1969年1月から2月にかけて、ボラドールは、ピルジェットサウンド海域で、超音装置及び、兵装の大焼けみを行った。続く2ヶ月間は維持作業及び訓練に費やされ、続いて、マーク48魚雷の性能試験のため太平洋、北西部に向かった。 発射試験5キロの途中、5月20日及び21日に、モントレーに停泊し、海軍大学の学生、地方のネイビーリーグ、都市の指導者たちを乗せて巡航する。この巡航の成功は、地方のメディアを通して、広く報じられた。ボラドールは、サンディエゴに帰還し、次の配備に向けた、維持作業及び、最終精密検査が行われた。 1969年7月28日にサンディエゴを出港し、新珠湾を経由して横須賀に向かった。クリスマス休暇の間に、ボラドールはタイのバンコクを訪問し、タイの人々と共に異国情緒を楽しみ、また、大海軍と共に一週間の任務を行った。12月26日にバンコクを出港し、ボラドールは香港に向かい、 途中新年を迎えた。ボラドールは、香港を出港し、横須賀での2週間の作戦活動を呼び、休暇の後、1970年2月12日に、サンディエゴに向けて出港した。翌月は維持作業を呼び、乗組員の休養期間となった。続く3ヶ月間は、数多くの訓練と、東海岸への艦隊の転属に向けた乗組員の、 再教育に充てられた。ボラドールは8月7日にサンディエゴを出港し、パナマ運河を通過、東海岸へ向かった。新たな母校のサウスカロライナ州チャールストニへ到着すると、1970年の残りは、同地で過ごした。1971年の最初の数ヶ月間、ボラドールは、訓練演習に従事し、地中海への配備に備えた。 維持作業を行った。4月19日に、スペインのロタに到着、4月23日には演習、ダウンパトロール71に、いくつかのナトー軍部隊と共に参加した。演習は5月12日に完了し、ボラドールは、ギリシャのピレーフス、シチリア島のオーガスタワン、マジョルカ島のパールマ、フランスのビレ・フランシュ、ジブラルタル、イタリアのナポリー、 スペインのマラガを訪問し、7月19日に、ロタに戻った。地中海での3ヶ月間の活動後、7月21日に、サウスカロライナ州チャールストンへ向けて出港した。途中の8月1日、火災を起こしたリベリア戦跡のダンカー M、ティラコンの救助を支援する。ボラドールは8月5日に、チャールストンにつき、維持、調整活動後9月20日に、 チャールストン海軍造船所に入居、定時オーバーホール及びバッテリーの乾燥が行われた。1972年8月18日に、ボラドールはイタリア海軍へ移管された。ボラドールは1977年12月5日に、除籍された。ボラドールは、ベトナム戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。 ボラドールとピカーレルの二隻は同時にイタリア海軍へ転籍し収益した。いくつかの民間の資料では、どちらがプリモロンゴボルドとなり、もう一歩がジャンフランコガッツアナプリアロジアとなったのかはっきりしない。アメリカ海軍のネーバルヒストリカルセンターでは、ピカーレルがプリモロンゴボルドとなり、ボラドールがジャンフランコガッツアナプリアロジアになったとする。 ジャンフランコガッツアナプリアロジアは1981年に著籍された。ありがとうございます。